はい2分のところ、はい、神宮寺さんと小池さんとの門の前でのやり取りですね、うん、こうすごくね、やっぱり、ね、綺麗ですね、相手にシンプルにストレートに渡していくっていう、うんうん、だからもう強いんですよね、矢印がね、素晴らしい演技だったと思います、ここ、2人とも。うん 強い行動で相手に向けていく、うん、相手が反応してまたそれを返していくっていうやり取りですよね。うんうん、はい次が4分のところ。はい。伊上さんと岡田さんのお守りを渡すところかですね。うんうん、なんかこう2人の関係信頼関係か。うんうん、いやなんかこう2人の優しさ。 うん、みたいなのがにじみ出るようなね、素晴らしいやり取りになっていました。うんね、このお守りを渡すっていう。本当に綺麗だったと思います。素晴らしい演技でした。そういう優しさっていうのがね、うん、今回一つのちょっとキーワードというか、鍵になってましたね。うん、はい。で、次が13分のところですね。はい。伊上さんと小池さんとのこう、うん 湖ななのかね湖だと思うんですけど湖でのやり取りというか強い背景がねあるもの同士がやっぱこうぶつかり合うとドラマになってくるよねここのやり取りも素晴らしかったです背景を持った人が譲れないから相手にかけていくっていう素晴らしい演技になってたと思います。ううんん そう,そうですね。なんて言うんだろうな、こうまあ、日常の会話ではなくて、うん、そう対話ですよね多分。立場の違う者同士が、相入れない者同士が、うん、ああぶつかり合うっていうところですよね。うん、そう、台湾の中、ドラマが生まれるっていうところだったかなと思いますね。そう。はい。はい。で、うん、はい。どうぞどうぞ。あれですね、16分のところですね。で、伊能さんの家っていうセリフ。 うん、があるんですけど非常に強い行動で、うん、そしてやっぱりエネルギーのある一言でしたね、うん、鋭いからやっぱサーンといくっていう、うんうんまあ普段はね柔らかい伊野尾さんですけど、うん、こういうところはやっぱ強い時はやっぱ強いですねうん、うん、素晴らしい演技だったと思いますそう相手にこう有無,無を言わさず従わせる <laughs> そう鋭くて <laughs> そう強い、うん、アクティングでしたねうん よかったたと思いましたね、うん、で18分のところ、はいえー、小池さんの天狗が必要なんだっていう、うん、なんかね素晴らしい強い行動でしたね。うん、でそこから伊野さんのあの何て言うのかな小さい優しさみたいなセリフがこうあるんですけども。うんうんうん なんかね、素晴らしくね真の通っている真のある実のある優しい交流をしていたんですねそれがすごい印象的で素晴らしかったですね、うん、うんで背景がねここももちろん当たりますし、うん、で何かもう一回は、ね、背景に当たってでそういう優しいそのやり取りをこう、うん、つながって いいくっていうで相手にかけて相手からもらっていくっていう本当に素晴らしいスパイラルの、うん、あのー、演技でしたね。でその後のハグもね優しさがあふれていたと思いますね、うん。よかったと思いました。そうあのそうですねその優しさっていうのが何かっていうとそれが行動に移したのがハグだったっていうところですよね。うん、そうなんかこうこ 人知を超えたその天狗様の強力な力とか、うん、そういったものではなくてその小さな優しさが人を救うんだっていうね、うん、うんところでしたね。うん。そう。う,ん,うん。なんか<え>そう。あごめ,め,め、うんなさいごめんなさい。そう。なんかね、やっぱりちょっと考えさせられるというかう現代っぽいところですよね。なんかこうね。うん、うんでもその大きなな力じゃなくて 日々のなんかこうねちょっとした優しさみたいなものが人を救うんだっていうのはすごくいいところでしたよねはいはいで次が21分のところはい小池さんの「カゴメ」は優しい歌になった優しい歌になったうでもねやっぱ前回だっけ前々回だっけ歌ってたところがカが優しいねってのはやっぱねでもそうなんだねああ

いや本当でもそうだと思います。うん、長いシーンじゃないし。だってさあの一番最初に聞いた時のかごめかごめはさ、うん、もうもう怪しさしかない。だからまああのもちろんですけど意図的にそれを乗せてたってことなんですよね。ねうん、そ,うそれがまたね<う>すごいところですよね。<ー> ね、ね、小池さんね、ミュージカルもやるしね。うん、そ,うそ,うそ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 う。ねうん、うまいよね。うん、そして、やっぱね、二十六分、本当に最後のとこですね。はい。いや、今回もね、伊能さんと神宮寺さんの。うん 手をつなぐところでね、うん、終わりましたけどやっぱりこれはね最後はやっぱねそうな、ん、っててほしかったですよ僕は。ねあの一つ乗り越えた晴れやかさというか、うん、なんかね何、うん、て言うんだろうちょっとその駆け出していくいたずらっぽい笑顔みたいなところがうん,うんすごく良かったですよねで。なんかこう神宮寺さんのね成長も見れてね。うんうん、なんかこう、うん、前はこう どっちかというと助けられる方だったけど今回はちょっと伊野さんを助けるというか支えるというかいい役割になってきましたよね。そしてやっぱりんていうんですかね続編がありそうだなって思わせるようなんか続きそうだなっていうねところでしたね。そう あと、過去の描写、24分過ぎで、天狗様に多分あのさらわれるところなんですかあの影と風の音の演出だけでそのシーンを描いてましたけど、あれもすごく素敵なシーンでしたね。なんかこう、実体で、なんか CG とかでやるっていうんじゃなくて、影でそれを表現したっていうのは、すごくいいシーンでしたね。はい,いやー,、えー。終わっちゃったよ。 うん、<laughs> ねえなんかこう<ー>毎回あっという間の30分でそうだったねうん<ー>いやーいやでもなんかいろんなところを旅した気分だね,ねいやほんとそうで、ね、<laughs> そう<ー>、ね、そうきれいな場所、うんうん、そうあの湖すごいきれいだったんですよねあの青の深い そう。えー、せっかくね、もっともっと伊能さんと神宮寺さんのなんていうのかなと、<laughs> パートナーの形がさ、うんうん、また変化してさ、うん、どんどんすごいいい感じになってるんだから、うん、ね、ぜひ続けてほしいよね。うん、おシャーロックホームズじゃないけどさ、ね、そうですよね。うんうん、なんかでも、うん、そう。 なんかやっぱでも続きそうな感じは、うん、いつでも続けられるぞって感じでちょっと聞、ね、こえてるは <laughs> ね <laughs> いすごくしましたけどね、うん、<ー>いや楽しみですね<ー>はい,はいじゃあまああれですかね続編を楽しみにしつつはいはいというわけで、えー、準教授高月明の推察のシーズン2の第8話最終話でございましたありがとうございましたありがとうございます はいえー、この動画少しでも良かったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、コメントをお返していきます。はい、えー、ルル三条さんからコメントいただきました。ありがとうございます。お芝居の深いところを汲み取るお二人の話を聞いていると、さらにドラマを楽しめます。本当にありがとうございます。 えー、それにしてもどんな結末が来るのか本当に想像がつかないです。えー、ロス怖いですが、次は映画館でという告知を切望します。そうですね、なんかね、<ー>次がねあるとそこに向かってまたね、あのドキドキワク,ワクワクしながら過ごせますからね。ねそう、うあもしかしたらあれかもしれないですね。皆さんは今ロスの真っ最中なのかもしれないですね。いやそうですね。う<ー>ね早くね切符がね届くといいですけどね。ねはい。 はい続きまして、えー、あーちゃんさんからコメントいただきました。ありがとうございます。あますえー、こんばんは。やはりお二人の感想の世界観は素晴らしいですね。えー、そんな風に捉えられるんだなって改めて思ってしまいました、えー。お二人の感想、とても興味深いです。えー、私の思っている感想と、えー、新たにお二人の感想を聞くと、えー、素晴らしいドラマですね。えー、私とうとう、いのくんが、えー、好きすぎてファンクラブに入ってしまいました。最後のお二人の感想、楽しみに待っています。ああ、いいですね。 ファンクラブですねはいもうバッチリハマってますねいやでもこれはなかなかいいって思っちゃうもんなうんそうですねわかるあ井上さんに引き込まれていくっていうのねすごくよくわかりますね可愛いしかっこいいし強いし優しいしってもねなんかね両極端がねあるもんねい。そうなんか綺麗でなんかでもちょっとこう儚げで いたずらすごいね。す、うん、かねそう、いたずらっぽいところがあると、なんかこう、飽きずに見てられるというか、うん、なんかそう、すごくいいですよね。はい、はい、続きまして、えー、やくさんから、えー、コメントいただきました。ありがとうございます。ますえー、お二人のお話、えー、ドラムとセットに楽しみにしている一人です。えー、プロなら,ならではの着眼点に全力で同意してます。 伊野尾くんの沼にはまり、純、えー、口くんのかわいさにおごれ <laughs>、えー、原作本も一気読みしてます、えー。原作を読むとすべ、えー、て映像化してほしい場面だらけです、えー。ぜひとも本も読んでみてください、えー。勝手にあると信じているシーズン3や映画化までのロスを、えー、癒されると思いますあ。確かに原作読むのもすごく、ね、いいですよね。う,ん,うん。そう原作があるならね、まあもちろん、ね、続編の話も,もう動き、<し>ね。よ 出してくれると、ねうん、嬉しいですよねやっぱロスはね、うん、癒されますからね、うん、はい、えー、続きましてあややんさんからコメントいただきましたありがとうございます<ス>、えー、いよいよ今晩最終話ですね、えー、今日の12時からツイッターで監督さんとプロデューサーさんの生配信があって、えー、その配信中、えー、監督さんたちが、えー、それはそれでは、えー、褒めて褒めて褒めまくりでしたその中でも監督さんが、えー、続編 <laughs> 映画化にとても前向きで、えー、革新的なことは何もおっしゃってなかったのですが、これは期待大です。えー、監督さんがの意図があってのことみたいですが、えー、シーズン2になってからは高月先生の苦悩のシーンが多くて、えー、それはそれでおいしい、かっ笑い、えー。次があるなら、素晴らしいとはしゃぐ先生や、えー、決め台詞残念だけどからの決めポーズ、もっと見てみたいです。あ<ー>えー、た心配ですが、今日の放送楽しみます。あこれはまあ ロスに皆さんなってるんですねやっぱりねでもそうか確かにそう苦悩のシーンはすごく多かったですよねうんやっぱりこう自分の過去と向き合うっていうようなところ、うん、で最初はでそれをやっと乗り越えたっていうところで、うんね、終わってるので確かにこうちょっとコメディ寄りのね楽しい話っていうのも、うん、ね見てみたいですよね、うん、はい、はいえー、続きまして あやあやさんからコメントいただきました。ありがとうございます。あざす。ええー、昨夜、最終回が放送されました。えー、コメント返しも楽しみなので、えー、第8話のコメント返しとドラマを総括しての、えー、感想とか、お二人の一番好きなシーンも教えてほしいです。おー、なるほど。<ー>じゃあ、これもやらないといけないですね。コメント返し回と、ね、<laughs> ドラマ振り返り回かな。<laughs> そうだね。やりましょう。<ー>うん。はい。 ありがとうございます、えー。というわけで、じゃあ、まあ、来週もちょっとじゃあコメント返し会をやりますので、またコメントを、ね、していただけたりすると嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、はい、ありがとうございました。